こんにちは、きゅうりです。今日はお家でまたまたお料理をしたいと思います。前回は泡立てスフレパンケーキでちょっと腕の筋肉をいっぱい使う料理をしたんですけど、今日は前回の動画でも言った通りうどんを作りたいと思います。それでは早速ゴーゴー。前回すごい手を使ってお料理してたんですけど、今日はちょっと足を使いたいなっていうのと、手も同時に使っちゃおうという全身運動のお料理になります。それではまずね、うどんの麺作りから。もう材料は本当シンプルなので、もうほぼ粉、強力粉と薄力粉を混ぜ合わせます。こんな感じ。これで生地が均一になるようにしておきます。こんな感じ。今大体混ざったなというところで、一旦この子は置いておきます。そしてこちら、お水に塩をちょっと入れて、先にこちらでね、食塩水を作っておきます。そっとで、よく、もうこれお箸後でまた混ざるんで、これで混ぜちゃいます。こんな感じでしっかりとお塩を溶かしてあげて、食塩水ができました。そうしましたら、先ほどのお粉の方に食塩水をさささっと回し入れます。で、ちょっと残しておきます。で、これをいい感じにもうさささっと混ぜます。なんかここは勢いが大事らしい。そうそうそっと、で、均一になるようにもうね、手でやってしまうっていう。そう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 。これをそぼろっぽくしてあげます。さっき結構お塩をね、お水に入れたんですけど、茹でてる間にほぼほぼ塩が抜けるらしいので、結構入れてしまっています。お塩入れるとなんかグルテンがいい感じになるらしい。まあほぼほぼもう素早く混ぜてそぼろっちにしてあげました。そしたらちょっと残りの水もね加えます。で、また同じように混ぜていきますと。あ、逃げた。そぼろをもう通り越してもう塊にします。こんな感じ、ギュッギュッとまとめていく感じ。もうこっから勝負は始まってるから。よいしょよいしょ。結構力がいる。よし、だんだんと一塊になってきました。こんな感じで、まだ結構ポロポロひび割れてるんですけど、こんな感じ、もっちりした生地にもうなってるんですけど、さらにこのポロポロをもっとツヤのある滑らかな生地にしていきます。それがもう筋トレ。こうやってボウルで押したりしていきますよ。皆さんはおうち時間何したらいいかな。お菓子作りとかしてますけど、結構材料がね手に入りにくくなっていたりしてるけど、全然何でもかんでもお菓子多分作れるんで、まあ、粉系がない場合はゼリーとかもいいですね。今の季節あったかくなってきちゃって、こんな感じ。まだまだだな、これは。あとはお家でするのは何があるかな。普段の休日もあんまり何もしないから、おすすめの過ごし方があったら教えてほしいです。ずっと寝てられるからの、皆さんがどんなおうち時間過ごしてるか知りたい。本読むとかも良さそうですよね。一時期ハマってた時あったんですけど、ミステリーが好きです。サスペンス謎解き的な小説読んでました。結構そういう探偵っぽい感じが好き。なんか
この間の泡立てよりまだちょっと力を入れる筋肉が違う気がするな。これはすごい。もうちょっとまとまってほしい。よいしょ。こうやって伸ばして折りたたんでまた伸ばしてってやるといい感じになります。うー、結構力が必要になってきた。あとは最近は、あ、おすすめのあの子ちょっと後で見せよう。最近ハマってるものまだだけどすっごい、おー、普段スタジオで喋ると声大きく張らないといけない気がしてテンションがヘンテコになりますけど、お家だとちょっとあれですかね、静かすぎるかしら。スタジオだと緊張してね、手の振りがすごいブンブンなんですね。あれは自分でも防げない。誰かあの緊張しない方法を教えてほしいです。元から人前であんまり話すの得意じゃないからね、ネクラなんで。はい、すごい、なんかパン生地みたいになってきた。グルテンってすごい、こうやってなんか巻いたりしちゃったりしてパンみたいな。パン屋さんも行きたいなってところいっぱいあるんですけどね、早く世界がなんか元通りというか外に行けるような時になったらまたパン屋巡りしたいな。よし、だんだんとなんかすごいいい感じにうどんのようになってきた。もうすでにこういう感じのうどんですわ。それではこれを一旦もうなんか手の筋肉結構もういい感じにもうマッチョなので、これ次ちょっとやっぱりね、このおうち時間で一番不足してる足の運動に移りたいと思います。はい、こんな感じでうどんさんを閉じ込めさせていただきまして、これを今から踏んでいきます。ちょっとねちゃんとお掃除した床でこうやって足でこれをもみもみもみと踏む。この足踏みが運動になる。自分の体重ってすごいな。一気にうどんがあんなに硬いのにこんなにペタッとない。これ何にも見えてないから実況しないといけない。今うどんがとても平らになりました。ほら、こんなに伸びました。これをなんと、あ、なんかすごい、何のチャンネルか分かんなくなっちゃった。顔が全然映らない。そうよね、まあしょうがない。これを一回取り出して、これをもう一回三つ折りにして、こんな感じで折りたたんでもう一回踏むっていうのをちょっと何回か繰り返して足の運動をしていきます。何のチャンネルだなこれは。そっか、じゃあ最近のお気に入りも紹介しながらちょっと踏もうかな。これ最近はこの子を育てています。これはアボカドの種なんですけど、水耕栽培。さっきちょっと日向ぼっこさせてみたんですけど、アボカドの種、普通にスーパーに売ってるアボカドの種をきれいに洗ってお水につけて育てるっていうやつで、なんとほらこの通り、ちょっと皮がむけて卵の殻が割れるみたいな感じになって、おそらくいい感じに根が出る予定です。これを毎日見守るのが最近の楽しみ。結構植物を育ててます。あと豆苗だったり、豆苗豆苗も見ますか。豆苗こんなの見せてどうすんだろう。これはもう3週目くらいの豆苗です。なんかこうやってこの子はとりあえずすっごい成長が早くて、もう毎日見るのが普通に楽しくて、しかも食べられるっていうものだったんで買いました。あ、まだ踏んでる途中なんですけど、とりあえずこの子たちが最近の仲間。はい、踏みます。もっと大きく足踏まないと運動にならない。
もう一回くらいやっちゃおうかな。これ折りたたんで、ちなみにね、広がったやつをこれね、こうやって折って、こうやって折って、さらにちょっとこうやって折ってみてます。で、これを繰り返してます。いっぱい踏むと、コシのあるうどんになるっていう噂だからね。じゃあこんな感じ。そうそうそう、仲間を配置しました。これアギー先生の代わり。こんなにツヤのある生地になりました。ほら、トゥルントゥルンなもち肌です。最後にこの子をなんかちょっと折りたたんで、踏むのはもう終わりで、こちらで一回丸めて、はい、こんな感じのつややかポンポニョ生地になりました。これを休ませます。そして寝かしている間にうどんの盛り付けに使う大根おろしを作っていきたいと思います。これもまたちょっとね、シュカ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 運動になるかなと思っております。この結構おろす作業が力が必要だからな。本当はもうね、おろしてある大根おろしが欲しい気持ち山々ですね。この大根はね、頭の方がちょっと甘みがあるので、大根おろし辛い人は下の方でいいですけど、私は甘い食べやすい方が好きなので、頭の部分を使っていきます。今日はちょっと大根おろしをすごくたくさん作ります。はあ、結構筋肉が痛ですな。バリでやろう。指はね、つらないように気をつけてくださいね。はあ、なんでこんな大変な。皆さんは最近どんなご飯を食べていますですかね。私は結構自炊をするようになりました。さっきの豆苗だったりとか、あとはパスタか納豆ご飯。なんかもっといい効率のいいすり方があったらコメント欄で教えてください。結構大変だな。なんか本当は2個これ2個用意したんですけど、ちょっと ビビってる。あ、もう体がガタきてます。もうダメだ、ボロボロだ。なんか美味しいものを食べるためって思ったら頑張れる。朝からね、控えめにしか食べてないんでね、頑張りますよ。あとちょっと、はあ、こんな感じでたくさんの大根がおろせました。これをちょっと軽くというかギュッと水切りをして、あとでいい感じにしたいと思います。もう手がプルプルだ。それでは寝かせ時間が終わりましたので、一旦この寝かせ終わった生地をちょっとだけ折りたたみます。ギュッギュッと、先ほどくらいはこねなくていいんですけど、若干伸ばして折って折って折って折る、これをちょっとだけ繰り返します。すっごいもちもちだ。折って折っていきます。すっごいもちもちで、これをもうこんな感じでツヤがあって可愛らしい。こんな感じでもう一回10分くらいかな、休ませていきます。それでは寝かし終わったので、生地を伸ばして切っていきます。もちこ、もちもち、こんなにもちもちになってしまった。すごいすごい、もう伸ばしても戻ってくる。これ伸ばせるのかしら、全然伸びない、どうしよう。この跳ね返りに負けないように、よいしょ、全ての体重をかけて、これはこれで筋トレだ。すごい戦いに勝ってきた。うどんが
弱ってきた。茹でると結構麺が膨らむので、なるべく細くするために頑張って伸ばしていきましょう。こんな感じで、すごい頑張った。これで打ち粉をしてくっつかないようにしますね。もう粉まみれ。そして折りたたみます。三つ折りしたいので、ここに打ち粉、ここにも打ち粉、下にも打ち粉を塗りたくって、こんな感じで。そしたら粉のことはお構いなしに切っていきます。ちょっと好きな幅で切っちゃおう。あんま太すぎると茹で時間がすごいから。どう、こんな感じ見えますかね。すっごいもっちもちだ。 OK、 こんな感じでくっつかないことを祈って、これを茹でていきます。でこれ大体2人前なので、半分くらい茹でて、半分はこのまま打ち粉を頑張って冷凍しておきます。ゆっくりとほぐすような感じで麺を入れて、くっつかないようにこうやってかけ回してあげて、沸騰してほしいなって思いながら待ちます。こんな感じでボコボコボコとしたら、このまま10分くらいいい感じに茹でていきます。はい、そんなこんなで茹で上がったうどんをしっかりすぐ冷水で締めて、こんな感じでうどんが完成しました。で、これで皆さん忘れないうちに、頑張って釣った大根とかをちょっとトッピングしていきます。 Thank you, リマジック。そんな感じで完成です。すごい疲れた猫おろしうどんです。このすだちがちょっとマリみたいな感じで遊んでる、この困った顔シリーズ第2弾のいい感じなやつです。でちょっと最後なんかちょっと三毛猫っぽくしたいなって思ったんですけど、すっごいささやかな麺つゆの色になってしまった。はい、これで本当の完成です。困った、じゃじゃーん、困った猫さん、結構いい感じに出来上がりました。それでね、早速いただきます。手作りうどん、やっぱりちょっと太かった。うん、うん、おいしい。もっちもちだ。すごくコシがあっておいしい。大根おろしも甘くてとっても最高です。はぁ、すごい、作る途中は筋肉をたくさん使って、すごい一人でやるの結構大変かもって思ったんですけど、こんな美味しいものができるなら、そんなのはね、苦じゃなかった。最高。皆さんもおうち時間でちょっといつもより運動できる、もう粉と水とあれば、あとこの困った猫さんがあれば完璧なので、ぜひぜひ作ってみてね。それでは、バイバイでーす。できた。